終わりの見えないロシアのウクライナ侵攻だけど、当初の見込みとは真逆に大国ロシアの苦戦が伝えられているよね。各国の支援は凄まじいものだからな。世界から大義がないとみなされた場合は、いくら大国でも横暴な振る舞いは許されないってわけだ。そうだね。その証拠の一つとしてウクライナ軍が黒海北西部の制海権を奪い返したという情報をゲットしたよ。範囲としては 100km 海域ということだけど、2014年にロシアが勝手にクリミア半島を併合して以来のことらしいね。ということで今回の主題はウクライナ軍の黒海北西部制海権奪還についてで、それについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年6月6日にウクライナ軍のメッセージアプリのテレグラムへの投稿があって、黒海北西部のウクライナ沿岸においてロシア海軍の黒海艦隊を駆逐し、沿岸から 100km 範囲の海域における制海権を確保したという内容だったんだ。8年前の2014年、クリミア半島を強引にロシアに奪われた時に、海軍司令部があったセバストポリ軍港に係留されていた艦艇すべてがロシア海軍に接収されたんだけど、それ以来、ウクライナ海軍はほぼ壊滅状態となっていたよね。当然、黒海の制海権はロシア黒海艦隊が掌握していたぜ。2月24日の突然の侵攻以来、ロシア海軍は黒海をほぼ封鎖状態で抑えているな。だから世界第4位の穀物類輸出国のウクライナは、オデーサなどの黒海沿岸の港から穀物類を輸出できなくなっているってわけ。その影響で世界的に穀物価格が高騰してて、このままの状態が続けば世界的な食糧危機へ発展すると不安視されているよね。ウクライナのゼレンスキー大統領によると、ウクライナ国内各地のサイロや港には行き場のない数百万トンの穀物が溢れ返っているそうだしね。ただでさえ在庫が多いのに、このままでは輸出できない穀物は今年秋には現在の3倍になり、7000から7500万トンにまで増加する見通しということだぜ。2022年のウクライナの小麦は豊作が予想されていて、温暖な気候のウクライナ南部は数週間のうちに夏の収穫期を迎えることになるんだけど、収穫した小麦の貯蔵場所はロシア軍のミサイル攻撃や空爆によって破壊されていて、保管する場所がないんだよね。喜ばしいはずの豊作の収穫量に見合うだけの貯蔵場所の確保ができていないんだね。大量の穀物が放置されたまま、腐敗してしまうのではないかという懸念が広がりつつあるぜ。日本を含めた世界各地で小麦の備蓄量が減り、価格が高騰し、一刻も早い供給を待っているというのに、ウクライナからは輸出できないなんて、なんとも歯がゆいよね。そしてウクライナが穀物を輸出できない原因は、黒海を封鎖しているロシア艦隊のせいであると認定しているんだけど、世界の多くも同じ意見でしょう。ロシア側は、ウクライナが敷設した機雷で港が塞がれているから港が使えないという主張なんだ。つまりロシアは穀物輸出ができない責任はウクライナにあると言い張っており、両国の応酬が続いているぜ。プーチン大統領は、穀物輸出停滞の責任を世界中から批判されたことを懸念したのか、5月30日にはトルコのエルドアン大統領と電話会談を行い、黒海の海上輸送の再開に向けてトルコとの協力を協議したことを公表したよ。確かに地図を見ると、黒海の海岸線を一番大きく所有しているのはトルコで、トルコ艦隊がウクライナの船を護衛してボスポラス海峡を抜けて、地中海に出ることができたら穀物輸送に光が差すんだよね。ロシア大統領府発表によると、プーチン、エルドアン両大統領は、黒海とアゾフ海における安全な船舶航行の確保、機雷の排除などについて協議したということだよ。その上で、これはウクライナの港からの穀物輸出にも適用されるとは言っているんだけど、ウクライナの港の中にロシア軍が制圧していないオデーサ港なども含まれているのかどうかは明らかになっていないんだ。つまり、この約束を信じてオデーサから出港した輸送船がロシア艦隊に攻撃されたり、拿捕される恐れもあるってわけだ。ロシアに信用はなくなっちゃったね。まあ昔からあまり信用はなかったけど。ロシア大統領府は続けて、世界的な食料品不足は西側諸国の近視眼的政策のせいで、食料危機の責任は西側諸国にあると言っているプーチン大統領の主張を展開し、電話会談においては、ロシアに対する制裁が解除されれば、ロシアは相当量の肥料と農産物を世界に輸出できると確認したと言っているよ。こういったプーチン大統領の言動については、トルコを何としても味方にしようとしている、ヌスッと武田氏などとの批判が吹き出しているようだな。また、ウクライナが黒海に機雷を撒いたと主張しているんだけど、主要な生産物である穀物を輸出して、ロシアとの戦費を稼ぎたいウクライナが、どうして黒海を機雷で封鎖する必要がある、ロシアが艦隊を撤退し黒海を解放すれば済む話ではないか、といった声も大きくなっているみたい。
今回ウクライナ軍が黒海艦隊を遠のけたという発表だけど、西側諸国から地対艦ミサイルの供与を受けたためか、それとは無関係に自力で沿岸防備を固めたおかげなのかと不明なんだけど、陸続きのポーランドからの穀物輸出は鉄道線路の規格相違などで乗せ替えが必要になるなど手間がかかるから、オデーサ港からの海上輸出が再開されれば、世界にとっても食糧危機を回避する朗報になることは間違いないだろうね。実はロシア黒海艦隊にも被害が出ていて、有名なのは4月に帰還のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが対艦ミサイルで撃沈されたことじゃないかな。他にも多くの艦艇が損失したり、損傷を受けているから、ロシアとしては艦艇の補充をしたいところだろうけど、トルコはロシアとウクライナが戦争状態にあると判断してモントルー条約に基づき、3月31日に黒海とエーゲ海、地中海をつなぐボスポラス海峡及びダーダネルス海峡における軍艦通行の禁止に踏み切ったんだ。このモントルー条約というのは、トルコがダーダネルス海峡とボスポラス海峡及びマルマラ海に対する管理権を持つというものだね。つまり、この2海峡の通行の許可権をトルコが握っているということなんだ。今回のプーチン大統領との会談を発端として、トルコは2海峡の軍艦の通行禁止を解除するのではないかという見方もあるんだけど、軍艦通行禁止が解除されれば西側諸国の艦艇も黒海に入れることになるよ。つまりオデーサ港から穀物を積んだ自国の貨物船を護衛することも可能になるわけだな。ロシア黒海艦隊は旗艦モスクワを失ったけど、未だに強力な艦対艦ミサイル搭載の最新型アドミラルグリゴロビチ級フリゲート艦3隻だけでなく、ミサイルコルベットも多数保有しているから、対水上艦攻撃に関しては相当な戦力を温存していると見られているよ。ロシアの黒海艦隊配備の艦艇について紹介しようか。まず、アドミラルグリゴロビチ級フリゲートシリーズだけど、ネームシップのアドミラルグリゴロビチが2016年に就役したんだ。続いて2番艦アドミラルエッセン、3番艦アドミラルマカロフまではすでに就役して活動中で、この3隻が黒海艦隊に配備されているってわけ。サイズ的には海自の新型フリゲートクマの型満載排水量5500トンよりは小さいんだけど、初雪型汎用護衛艦とほぼ同サイズということだね。しかし兵装は強力で 100mm 単装速射砲1機、30mm 近接防御火器システム2機、艦対空ミサイル垂直発射システム2機、対戦ロケット砲1機、533mm 連装魚雷発射艦2機などを装備し、他にも対艦対地攻撃ミサイルを搭載する8連装垂直発射システム1機があるんだ。これには艦対艦ミサイル P-800 オーニクス、巡航ミサイル 3M54 カリブルが搭載できるよ。ネット上では、アドミラルグリゴロビチ級フリゲートの満載排水量が4000トンとミニサイズと思われることから、バカにしたような舐めてかかっている書き込みが見受けられるんだけど、兵装として高性能ミサイルを搭載しているから、対艦攻撃力はとても強力と考える必要であるだろうね。なお、撃沈されたモスクワに代わって機関となったのはアドミラルグリゴロビチ級フリゲートのアドミラルマカロフだったぜ。だけど、5月6日ウクライナの艦対艦ミサイルネプチューンに攻撃されて火災を起こしたと伝えられていたよね。そうだね。というものの5月9日には当該艦が何事もなく航行している姿が目撃されているし、フェイクだったということになるよ。これらの他にも脅威となる艦艇があって、それは7隻の通常動力型潜水艦だね。ウクライナが黒海で海上輸送を再開するためには、7隻もの潜水艦へ対策を取る必要があり、西側諸国は対潜哨戒への支援も必要となると思われるよ。この7隻の潜水艦のうちの6隻はプロジェクト 636.6 と呼ばれる海キロ級通常動力型潜水艦で、魚雷発射艦から発射可能なカリブルクラブスが搭載されているそうなんだ。ロシア国防省は4月30日、黒海に展開している通常動力型潜水艦からウクライナ軍の地上施設に向けて、対地型のカリブルを発射し攻撃したと発表しているよ。こういった潜水艦には対艦型カリブルも搭載されていると推測されるから、ウクライナにとって海上輸送上の脅威になることは間違いないだろうね。アメリカなどの西側諸国はロシア潜水艦への対策として、より一層の新兵器の供与が必要になると考えられるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、涙についてだよ。みんなは涙の味を知っているかな？子供の時に泣きすぎてよく口に入ったりするよね。確か少ししょっぱい気がした覚えがあるよな。うんうん。実は涙は、感情によって味が変わるんだ。悔し涙や怒りの涙はしょっぱくなって、感動や嬉しい時の涙は量も多く流れるので薄い味になるそうなんだ。なら子供の時のしょっぱさって、怒られて反省してないってことなんだね。
みんなも怒った時に涙の味を聞いてみるといいかもね。ちなみに涙は血液らしいな。え、そうなの？そうだよ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。2022年6月17日、上海にあるカンナム造船集団有限責任行使で建造が進められていた。中国海軍3隻目の正規空母となる003型空母の進水式が執り行われ、艦名を福建と命名され艦番号は18が付与されたとして、中国国営新華社通信が報じたよ。軍事の発展を喜ぶべきなんだろうけど、その国が中国ともなれば警戒せざるを得ないよね。まあ国防を担う人たちにとってはどこの国でも警戒するんだろうけどな。自国の発展が一番心置きなく喜べるよね。そうだね。さて今回は中国海軍3隻目の正規空母が福建と命名されて進水したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍の空母は001型の遼寧は北海艦隊の拠点である山東省の青島軍港、002型の山東が南海艦隊の海南省三亜に配備されていて、福建は台湾を担当する東部戦区の東海艦隊に配備される可能性があり、福建省は習近平国家主席が長年にわたって勤務した土地柄でもあり、習近平主席の地盤とも言える同省の省名を名付けたことで、この真の意味での中国独自の空母開発を習近平主席の業績として強調する狙いもあると見られているよ。中国って国のトップを称えるみたいな意味合いで何かを命名したり何かを建造したりすること多いよね。そうだね。また、この報道を受けた松野内閣官房長官は6月17日の記者会見において、中国の軍事動向は我が国を含むインド太平洋地域と国際社会の強い懸念であり、今後とも重大な関心を持って注視していくと述べているんだ。福建はそもそも4月に進水式が予定されていたんだけど、上海において新型コロナ感染が拡大したことによるロックダウンのために大きく遅れていたよ。進水式の様子は中国の CCTV によって映像で流され、中国軍政府組トップの巨その両共産党中央軍事委員会副主席らが出席したんだって。福建の船首に設置されたシャンパンとくす玉が割られると、色鮮やかなリボンと花火が空を舞い、ゆっくりとドックから離れ、国家斉唱や国旗掲揚などを行った後、福建は造船所内の埠頭に移動して経由されたよ。空母福建は、中国海軍として3隻目の空母だけど、国産空母としては2隻目、さらに設計からオリジナルで建造された空母としては初めてで、偽装を終えて就役するのは2024年になると見られているね。中国海軍が最初に保有した空母遼寧は、ソ連海軍が建造を進めていたアドミラル・クズネツォフ級航空母艦バヤーブを回収したもので、建造途中にソ連が崩壊したためにウクライナでスクラップ同然になっていたものを中国が民間会社を隠れ蓑として買い取り、大連造船所でスキージャンプ方式の、ストーバーショートタケオフバットアーレスティドリカバリーストーバー方式の空母として再生したものとなっているよ。また、中国海軍はその遼寧を回収した際の技術を活かして、遼寧のコピーとも言える2番艦の3等を建造し、ストーバー方式の2隻の空母を運用していたが、いずれも艦載機である J15 が燃料や兵器ミサイルを満載した状態では発艦することができず、攻撃力において問題があるとされていたぜ。福建の諸言について教えて。今回進水した福建は基準排水量7万8千トン満載排水量 80.000 トン以上全長320メートル。水線幅38メートル最大幅 75.5 メートルとされ、遼寧や山東よりも一回り大きく、搭載可能な航空機数も遼寧の36機、山東の44機より多い60機とされているほか、遼寧や山東との大きな違いは、両艦がスキージャンプ台を備えたストーバー方式であるのと違い、福建はアメリカ海軍の原子力空母と同様にカタパルトで航空機を射出して発艦させるチェトーバー方式が採用されていることだね。チェトーバー方式での発艦であればストーバー型と違い、艦載機 J15 にはより多くの兵器や燃料を搭載できることになり、中国海軍がチェトーバー方式の空母を完璧に運用できるのであれば、日本にとっては大きな脅威となることは間違いないとされているぜ。福建は建造当初において、中国の国産空母に搭載されるカタパルトはアメリカ海軍のニミッツ級原子力空母で、採用されている蒸気式カタパルトが搭載されるのではないかとする声が多かったね。その理由としては、電磁カタパルトの運用には膨大な電力が必要とされていて、原子力のように長期間高出力を保つことができる機関でなければ難しいとされていたからで、その上であえて中国海軍が電磁カタパルトを採用したのであれば、アメリカ海軍の電磁カタパルトよりも電力を消費しない、より効率の良いカタパルトの開発に成功した可能性を指摘する声もあるんだ。
また、電磁カタパルトの技術もまだ確立されていない部分があり、アメリカ海軍で最初に搭載されたニミッツ級空母の後継であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母においても、数々のトラブルが発生し、その克服にはかなり苦労したとされていることから、中国海軍が何の問題もなく運用することができるのかどうかを疑問視する声は多いんだよね。アメリカが難航したことを、中国がすんなり乗り越えられるとは思えないけどな。福建浸水式の映像からは、飛行甲板に設置された3本のカタパルトにはテントのようなものが貼られて隠されていて、その構造などを伺い知ることができないんだ。また、空母の動力機関についても謎に包まれていて、開発当初は原子力ではないかと噂されていたが、どうやら通常動力であろうと伝わっているものの、未だに中国海軍からは公表されておらず、これもまた謎のベールに包まれているぜ。秘密主義なんだね。自分たちは工作員を送り込んでまで情報を盗むくせに。ところで、日本のインターネット上では福建に関して空母不要論も含んだ否定的な意見が多く、それらは防御が難しい極超音速飛翔体の開発が進む現在において、そのような対艦ミサイルにとって空母は命中させやすい大きな標的でしかなく無用の長物だとして、アメリカの原子力空母軍や海上自衛隊の出雲型護衛艦の出雲と加賀の空母化改修についても無駄であるとしているよ。この空母不要論は昨日今日話題になったものではなく、20年以上前から語られていたものだな。アメリカ軍において、2002年にミレニアムチャレンジ 2002MC2002 と呼ばれる大規模な図上演習が実施されたんだけど、この図上演習とは軍事組織やシンクタンクが、軍事理論や戦略、ここの作戦などを実証し研究するために、コンピューターを駆使して敵と味方の詳細データに基づき実施される軍事演習なんだ。MC2002 では当時の同時多発テロからイランやイラクを仮想的レッドチームとして、派遣されたアメリカ空母打撃軍などと2週間にわたって機上で戦闘を交えることになっていたよ。その図上演習で、アメリカ海兵隊のポール・バン・リッパー退役中将が指揮を取るレッドチームは、対艦ミサイルの連射による飽和攻撃や小型ボートによる自爆接近攻撃などを駆使した作戦を展開し、なんと開戦2日目までに原子力空母や強襲揚陸艦などを含む16隻のアメリカ軍艦を撃沈したほか、アメリカ軍全体の戦死者が2万人に上るという結果となったんだ。このことに驚愕したアメリカ軍は MC2002 を中止し、後日改めてレッドチームによるミサイル飽和攻撃と小型ボートによる自爆攻撃を禁止して演習をやり直し、アメリカ軍がレッドチームに勝利することになるんだけど、この時点ですでに空母不要論は形成されていたと言えるよね。軍事評論家の中には、空母不要論が蔓延することで現役の空母が退役させられ、新造もされないとなるとアメリカの軍需産業が大きな打撃を被るために、この事実がもみ消されたとする意見があるぜ。空母がなくなると、その分の利益がなくなっちゃうもんね。しかし、空母が絶滅したとしてもそれに代わる兵器は必要であり、軍需産業はそのトレンドをしっかり抑えておけば大きな打撃を受けることはないんだよな。また、この MC2002 の情報は世界に拡散されており、その事実に世界が反応して全ての国が空母保有を止めたのかといえばそのようなことはなく、アメリカ海軍はニミッツ級の後継空母を開発し、イギリス海軍は空母クイーンエリザベスを就役させ、その他にも多数の国々が空母を保有あるいは新造し、PF-21 などの強力な対艦ミサイルを多数保有していて、空母に対する飽和攻撃を実行できる中国でさえ大型空母を建造しているんだよね。このように、21世紀の時代でも洋上を移動する航空基地である空母の存在意義が大きいことは否定できず、今回浸水した福建が就役して空母として運用されるようになれば、台湾への圧力を強めるだけでなく、南シナ海や太平洋におけて中国海軍の作戦遂行能力を着実に向上させることになり、アメリカとの軍事上の摩擦がさらに激しくなるのは必至であり、日本の安全保障を脅かす存在となるのは間違いないよ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は日本についてだよ。みんな日本の読み方は日本と日本どっちだと思う？日本も日本もどっちとも言うから難しいな。確かに両方呼ぶからな。実はどっち読んでも正解なんだ。だよね。でもいつから言われるようになったんだろうね。それじゃ解説していくよ。日本という国名が初めて登場したのは飛鳥時代のことだったんだ。日の本の国という意味から日本という言葉が誕生し、大化の改新が起こった頃には日本という表記が存在していたそうだよ。しかし、読み方は現代のように日本や日本ではなく、当時は日本と書いて大和と呼んでいたそうだよ。ならいつから呼ばれるようになったんだ。現代と同じ読み方である日本が初めて登場したのは奈良時代以降だとされているんだ。
当時は遣隋使が派遣されるなど、中国との交流が盛んだったんだ。そのため、中国から伝わった語音読み、いわゆる漢字の音読みが日本でも多く使われるようになったんだ。日本を音読みにすると日本となり、これがなまって日本という読み方が誕生したとされているんだ。そうだったんだね。普通に読んでいたから意識しなかったんだけど、最初は大和だったんだね。そっちはそっちでかっこいいから好きだけどね。確かにね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。2022年6月11日にオーストラリアのアルバニージー首相が、おととし一方的に契約の白紙撤回を行った同国海軍のアタック級潜水艦のフランスからの調達契約に関して、金銭の支払いによる和解に至ったと表明したよ。オーストラリアは昨年2021年9月にアメリカとイギリスとの3カ国による新たな安全保障体制であるオーカスの成立によって、フランスからの新型潜水艦であるアタック級調達計画を急遽破棄していたんだ。今回オーストラリア側が支払うと発表された和解金は5億5500万ユーロおよそ780億円とされており、アタック級潜水艦計画は12隻の建造に800億ドルおよそ10兆円必要とも言われていたので、それに比すれば割安感もなくはないな。と入っても莫大な金額であることは変わりないよね。和解金にそれだけのお金を払うなんて大変だね。まあ被った被害額を考えると仕方のない部分もあるからな。そうだね。さて今回はアタック級潜水艦調達を急遽撤回したオーストラリアが、およそ720億円の和解金の支払いを発表したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。振り返ってみればオーストラリアのアタック級潜水艦調達計画がフランスの案に決定したのは2016年4月だったんだけど、ここから起算しておよそ5年と5ヶ月で覆り、6年2ヶ月でその契約の破棄が確定したものと言えるよ。オーストラリアのアタック級潜水艦の動力の使用は要望が通常動力型であったため、2016年にフランスが契約を獲得した際には、自国用の新型攻撃型原子力潜水艦シフラン級を通常動力化する計画となっていたんだ。フランスで自国のシフラン級潜水艦の建造を手掛けているのは、同国政府を大株主に持つナーバルグループであったんだけど、そもそも推進機関を原子力から通常動力に置換するという計画そのものを疑問視する声も多かったよ。その上ナーバルグループによるフランス本国におけるシフラン級潜水艦の建造自体も遅延しており、一番艦であるシフランは当初2016年だった収益予定が4年後の2020年11月までずれ込むなど問題となっていたってわけ。フランス海軍はシフラン級を全6隻保有する指級と同数で置き換える予定であり、2番艦のデュゲートルーアンは今年2022年中に完成予定で、現時点では6番艦の収益は2030年頃となると予想されているな。こうしたシフラン級自体の建造も新型コロナウイルス等の外的要因も抱えていたとはいえ、大幅な遅延が散見されていたことを鑑みれば、仮にアタック級潜水艦の契約破棄が行われなくとも計画遅延が続いた可能性は大いにあるぜ。またオーストラリア政府はアタック級潜水艦のプロジェクトを純粋に軍事的な計画としてだけでなく、製造業が枯渇しかけていた国内産業の保護や維持といった政治経済的な対策の一環としていたこともあり状況は複雑だね。こうしたオーストラリアが置かれた国家としての課題は今も変化はないと思えるんだけど、現アルバニージー首相は2022年5月に前モリソン首相ら与党から政権を脱出した労働党政権であり、今後の方策にも変化があるかもしれないね。オーストラリアでの政権交代は実に9年ぶりの出来事となったんだけど、前モリソン政権は行き過ぎた親中路線にブレーキをかけ、アタック級潜水艦の調達やオーカス締結などで対中国の動きを鮮明にしていただけに今後の動向が注目されるよ。アルバニージー首相の労働党は総選挙に際して、国民間の物価に対する収入格差や、住宅問題、高齢者介護等の是正を訴求して当選しており、前モリソン政権に帰して社会福祉の拡充を目指すリベラル路線であることは間違いないね。近年まで第二次世界大戦の終了後この方、周囲に脅威となる仮想敵国を地理的環境ゆえに抱えずに住んでいたオーストラリアだったが、中国の南シナ海進出などの著しい台頭を受けてその方向性を変更したのがオーカスの締結でもあったんだよな。この方向性をアルバニージー新政権が瞬く間に変更するとは考えづらいが、先頃のオーストラリア空軍哨戒機に対する中国軍航空機の威嚇といった事象の発生は、中国側がその出方を伺う側面もあったのではないかと個人的には思えるよ。さてオーストラリア海軍のアタック級潜水艦の調達問題だけど、オーカスの締結を受けてアメリカもしくはイギリスからの攻撃型原子力潜水艦を導入する方向にはなっているんだけど、
具体的なその実戦配備の時期は明確ではないんだよね。アメリカからの導入であれば同国海軍で就役中の現役型であるバージニア級がその候補として考えられ、イギリスであれば同様にトラファルガー級の攻撃型原子力潜水艦が最も有力なその対象の艦艇だと言えるだろうな。ただし大方の予想ではアメリカは自国海軍のバージニア級の建造や維持メンテナンスに追われて余力は乏しいと見られており、現状ではオーストラリアはイギリスからトラファルガー級を調達する可能性が高いと考えられているぜ。仮にこうした見方が正しくトラファルガー級の調達にオーストラリアが動く場合でも、フランスのナーバルグループとの間で想定されたような基本的に自国内で潜水艦の建造を行えるか否かも含め、詳細は定まっていないんだ。そのためオーストラリアが昨年のオーカス締結の決定によって選択した攻撃型原子力潜水艦を実戦配備するのは、どう早く見積もっても2030年代初頭と今後まだ10年ほどの期間が必要になるとみられ、その間の対応が必須とされるね。これをオーストラリアでは現在保有運用中の通常動力型潜水艦コリンズ級に近代化改修を施すことによって対応しようとしているんだけど、その内容はかなり大掛かりなものになるのではないかと予想されているんだ。お金と時間がかかりそうだね。コリンズ級の所言について教えて。コリンズ級は水上排水量3051トン、水中排水量3353トン、全長 77.8 メートル、全幅 7.8 メートル、喫水 6.8 メートルの艦隊に最大で6000馬力を発生するディーゼル機関を搭載しているんだけど、まずこの機関部すべてを乾燥する予定だよ。加えて潜望鏡システムを刷新することや、これが最もオーストラリア海軍が欲している改修だと思われるんだけど、対地攻撃能力を付与すべくアメリカレイゼオン社製のトマホーク巡航ミサイルの運用が可能かも検討事項とみられているね。ただしアメリカ海軍の潜水艦で現在運用されているトマホーク巡航ミサイルは、現のバージニア級では12機の専用の VLS 垂直発射艦から運用される形式であるため、魚雷発射艦で運用可能な旧式のものが入手できるのかが課題として横たわるぜ。こうしたコリンズ級の近代化改修に必要と見積もられるコストは1隻あたりおよそ900億円にも上る模様で、今回は解禁としてナーバルグループへの支払いが確定した金額よりも1隻あたりでもはるかに高額となっているんだ。ちなみに日本の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦で、昨年2021年11月に進水を果たした太平型潜水艦の2番艦白鯨の建造コストはおよそ720億円であり、これと比してもコリンズ級の改修コストは高額さは拭えないな。でも新規の通常動力型潜水艦を新たに調達して運用するトータルコストや時間を考慮すれば、オーストラリアにはコリンズ級の改修を行う以外の選択肢はなく、やむを得ない判断と見るべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、天皇についてだよ。天皇といえば日本の象徴とも言える方たちだよな。確かにね。でも天皇には名字がないけどなんでなの？今日はそこを解説していくよ。まず、日本の初代天皇は神武天皇であり、西暦76年に誕生したそうなんだ。現在は上皇である明仁様は125代目の天皇であり、金城天皇である成仁様はなんと126代目の天皇になるんだ。そして、実は天皇という言葉が用いられるようになったのは7世紀後半のことだよ。第40代の天皇である天武天皇の時代に、中央集権国家の君主として天皇という言葉を用いたのが始まりだったとされているよ。さすが歴史が深い天皇だね。天皇に名字がない理由なんだけど、まず第一の理由として挙げるんだけど、天皇が唯一無二の存在であることなんだ。確かに、他の世帯と区別する必要がないもんね。また、日本国民には戸籍というものがありますが、天皇家には戸籍というものは存在しないそうなんだ。その代わり皇統譜というものが存在し、そこに代々名前が刻まれているそうなんだ。代々刻まれるなんてかっこいいね。そして、天皇家の名前が記された唯一の家系図であることから、この皇統譜が万世一系の象徴にもなっているんだ。ちなみに、天皇家の祖は皇祖神と呼ばれる神だと考えられており、皇統譜を遡ると皇祖神である天照大御神の名前も記されているそうです。かの有名な天照大御神が先祖なんてすごすぎる。第二の理由として、天皇が権力者であり、名字や姓を授ける側の存在だったことが挙げられるよ。古代の日本では名字や姓を名乗れるのは、一部の権力者や特権階級だけだったよね。そして、一部の権力者や特権階級に名字や姓を授けていたのは天皇だったそうだよ。天皇は全ての権力者の頂点に立つ存在であり、天皇より上の位がなく、
天皇に姓や名字を授ける存在がいなかったことが理由となっているんだ。でも天皇にも名字みたいなのがあるが、あれはなんだ？解説していくね。皇族には姓や名字がありませんが、その代わりに称号や宮号というものがあるんだ。それがさっき君が言った名字みたいなやつなんだ。ちなみに秋篠宮、常陸宮、三笠宮、高円宮が偶号と言われているもので、宮家に男の子が生まれると、偶号が世襲されていく仕組みとなっているそうなんだ。そういう仕組みになっていたんだね。全然知らなかったけど、めちゃくちゃためになったよ。これでまた天皇が好きになったよ。ほんとだな。結構謎だらけだったんだけど、少しわかったからすごくためになったな。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。ウクライナ軍が2022年6月17日に、黒海においてロシア海軍のタグボートを撃沈したとしているみたい。連日ウクライナとロシアについてのニュースは絶えないね。なかなか終わりが見えてこないな。そうだね。ウクライナ軍によると、このタグボートはロシア海軍黒海艦隊所属の22870型救助衛船ワシリーベフであるとされ、ロシア軍が2月24日の侵略開始時に占領した。黒海に浮かぶ戦略的要衝のズミイヌイ島スネーク島に地対空ミサイルなどの兵器や弾薬人員を搭載していたとしているんだ。ズミイヌイ島の攻防は凄まじいものだったよね。少数で多数を相手にするっていうおとぎ話のようだったな。うんうん。さて今回は、冒頭で紹介した通り、ウクライナ軍が黒海でロシア海軍のタグボートを撃沈したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウェブ上で世界の船舶の位置情報を提供しているサイトであるマリントラフィックによると、ワシリーベフは6月14日の夜にクリミア半島にあるセバストポリ軍港を出港していたとされているよ。ロシア海軍の22870型救助衛船は、ニジニノブゴロド設計局ビンペルによって開発され、遭難した艦艇の救援をその任務としていて、乗組員の救助や、航行できなくなった艦艇の曳航、火災が発生している場合にはその消火、さらには沈没して艦艇を深度60メートルまで浮上させて、水中で作業を行う機能を持っているほか、海上に漏れた石油などの回収や、捜索任務などに当たることができるんだって。今回ウクライナ軍が撃沈したとしている22870型救助衛船ワシリーベフ SB-739 は、内陸の淡水湖、カスピ海に北部にあるアストラハン造船工場で寄港されて2016年8月2日に浸水。偽装工事を終えた後、ロシア内陸の水路を経由して2016年11月18日にセバストポリへ開港され、2017年3月7日に就役してロシア海軍黒海艦隊へ編入され、2021年4月19日にスパサーチェリワシリーベフと命名され、2021年6月12日にセバストポリ港内で命名式典が開催されていたんだ。この船名は、2021年1月27日に亡くなった、ロシア海軍のコワシリーフヨードロビチベフ大佐に由来しているな。ワシリーベフ大佐は黒海艦隊の捜索緊急救助作業管理部の主任技術者として、2000年8月12日にバレンツ海で沈没したオスカー2型巡航ミサイル原子力潜水艦クルスクの引き上げ作業や、2014年のロシアによるクリミア併合の際に、クリミア半島からウクライナ本国に戻ろうとする。ウクライナ軍の艦艇の航行を妨げるために沈められた旧式の大型対戦艦オチャコフの引き上げなどを含む、20回以上に及ぶ艦艇救助作業と10回以上座礁した艦船の離脱作業を担当した艦艇救難のスペシャリストだったんだ。救難のスペシャリストが救助船の名前になったんだ。すごく理にかなっているね。救助曳航船ワシリーベフは全長57メートル幅14メートル基準排水量1200トン。満載排水量1670トン速力14ノットで、タグボートとしては大型で外洋を航行することも可能とされ、大型の艦艇を曳航する能力があることから、4月13日に黒海艦隊機関の、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワがウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンの攻撃を受け、被弾して航行不能となった際に曳航していたタグボートと見られているよ。ウクライナ軍によれば、ワシリーベフが搭載していた地対空ミサイルは、旧 K330 トールと呼ばれる自走式地対空ミサイルシステムであったとされているんだ。旧 K330 トールは、旧ソビエト連邦が開発した中空から低空域用の短距離防空ミサイルシステムで、1986年に旧ソ連軍に正式採用され、自走式の地対空ミサイルとしては画期的な垂直発射システム VLS が採用されているよ。また、通常の地対空ミサイルシステムでは、指揮車両、レーダー車両、ランチャー車両といったように数量の車両で一つのユニットを編成して運用するんだけど、旧 K330 トールは車両中央にある砲塔ターレットにこれら必要な全てのシステムが集約されていて、
1台の車両だけで単独運用可能となっていることが最大の特徴で、派生型の旧 K332 トール M2 では走行しながらミサイル発射が可能とされているんだ。VLS が採用されていることで外見上はランチャーが見えず、そのためミサイルランチャーではなく、地対空ミサイルシステムのうちのレーダー搭載車両のように見えることも特徴ってわけ。搭載されているレーダーは2種類で、捜索レーダーは初期型では機械操作式だったんだけど、旧 K331M トール M1 以降は電子操作式になったため探知距離が伸びたほか、対象目標数が増加して最大48個の目標の探知が可能となり、10個の目標を同時に追尾することができるとされているよ。また、旧 K332 トール M2 シリーズではさらに高性能なフェイズドアレイレーダーに変えられているようだな。ターレットの前面に取り付けられているのは、スクラムハーフ GH バンド後に K バンドに変更パルスドップラーフェイズドアレイ誘導レーダーで、最大追跡距離 20km とされ最大で2発のミサイルの誘導が可能なんだ。このスクラムハーフレーダーそのものは上下不要のみ動作可能で、目標の捕捉時やミサイル誘導時にはターレットごと左右に旋回して目標を追尾するよ。搭載するミサイルは旧 M330 および旧 M331 で、飛行機やヘリコプターなど一般的な航空機だけでなく、無人機や巡航ミサイル、誘導爆弾などへの攻撃にも対応し、有効射程内におけるミサイル1発あたりの F15 イーグルクラスの戦闘機を想定した標準目標航空機に対する命中率は、26から75% となっているんだ。このミサイルは、1列に4発が搭載されたコンテナに格納され、トールには2機のコンテナが前後方向に搭載されていて、ミサイルはクレーンによって上型から装填され、ミサイル本体の先端とノズル部にはそれぞれ4枚のフィンがあって、全部のフィンが稼働することで方向を転換するよ。ミサイルの誘導方式は赤外線による自己誘導と、レーダー TV 誘導式指令誘導も併用され、CHAF や電波妨害などの妨害にも対応できるとされているぜ。VLS はコールドローンチ方式で、ボンベに充填された不燃性高圧ガスにより20メートル上空に射出された後、ロケットモーターに点火して目標に向けて飛翔する方式なんだ。今回撃沈された救助栄光船ワシリーベフにこの旧 K330 トールが搭載されていたのが、本船の方空用に搭載されていたものか、あるいはズミイヌイ島に運搬されていたものなのかは定かではないんだけど、もし防空用に搭載されていたとすれば、狙われた対艦ミサイルを撃墜することができなかったことになり、ロシア軍の対空ミサイルの性能について疑問視する声も上がっているね。今回のワシリーベフ攻撃に使われたミサイルが西側諸国から供与されたハープーン対艦ミサイルであることを、南部オデーサ州のマクシム・マルチェンコ知事が明らかにしているんだけど、これが正しい情報とすれば、このハープーンは、デンマークからウクライナに供与された地上発射型に改良されたものであるとされているんだ。このデンマーク海軍が開発した地上発射型のハープーンは、4機の発射機が大型トラックに搭載されたもので、デンマークが5月23日に開催されたウクライナ防衛接触グループのオンライン会議で供与を表明していたもので、すでにウクライナ軍に渡されたものが黒海沿岸に配備され運用されているものとみられているよ。大型とはいえタグボートにハープーンを使用したことについて、費用対効果を考えるともったいないのではないかとする声がインターネット上に上げられているんだけど、この攻撃がウクライナ軍にとっては実射試験のような意味合いであることと、ロシア黒海艦隊に対してハープーンが黒海沿岸に配備され、ウクライナ軍のネプチューンと共に、ズミイヌイ島やオデーサに接近する艦艇をいつでも攻撃可能であることをアピールする意味もあったと見る向きは多いよ。ウクライナ軍は現在もロシア軍の地上部隊に占拠されているズミイヌイ島において、ハープーンとネプチューンによって島への補給を断つことで、ロシア軍が島を放棄させる狙いがあると見られ、そのような事態になれば、ロシア黒海艦隊は黒海西部における活動がかなり制限されると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、氷についてだよ。最近は気温が異常なほど高いから氷でキンキンに冷やしたジュースを飲みたいよ。確かにこの時期の冷えたジュースはうまいよな。ちなみに家で氷を作るときに市販のロック氷並みの透明な氷を作れるのは知ってた？知らなかった。家で作るとどうしても氷の底の方に白いのがつくよね。作り方を教えて。それじゃ解説していくよ。まず氷の底の白いやつなんだけど、水に含まれる不純物と水の融点が違うから、水が外側から凍ることによって、不純物と空気が逃げ場を失って中央に集まるんだ。そして、中央に集まった不純物や空気ごと凍って、氷の中心部分だけが白く濁るんだ。そうなんだ。ってことはあの氷の白いやつは汚れってことじゃん。
まあ簡単に言うとそういうことになるね。それじゃ透明な氷の作り方なんだけど、とっても簡単で、ゆっくりと時間をかけて凍らせていけばいいんだ。なるほど、急激に冷やすと白く濁るから、ゆっくり凍らせることにより、自ら空気をしっかり抜くことができるってわけだな。おお、さすが理解が早いね。でもどうやってゆっくり凍らせるの？冷凍庫だと急激に冷えちゃうよね。その方法なんだけど、まずはチルド室などに入れて、水の温度を0度近くまで下げるんだ。そして冷凍庫に入れることにより、急激に冷えることを防ぐよ。なるほど、でもそんないい冷蔵庫持ってないよって人はどうしたらいいの？それは発泡スチロールを使った方法だよ。発泡スチロールは熱の伝導率が低いため、水が急激に冷えて凍ることを防いでくれるんだ。また、熱が伝わりにくい容器であれば、全然代用できるよ。なるほど、これでみんなもお店の透明な氷をいつでも作れるね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。2022年6月30日のロシア軍のズミイヌイ島からの撤退を受ける以前、ウクライナ側やメディアの一部からは国会に展開していたロシア海軍の艦艇で爆発が発生したと報じられていたね。ウクライナ軍による地対艦ミサイルでの攻撃による戦果だったらしいな。ウクライナの戦果は大々的に報道されているよね。世界はウクライナ寄りだし、ウクライナの戦果を祝福する声も多いだろうね。さて今回は、ロシア海軍のアドミラル・マカロフがウクライナの攻撃で炎上したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。5月6日に炎上に見舞われたのはロシア海軍のアドミラル・グリゴロビチ級フリゲート艦の、3番艦アドミラル・マカロフだと報じられていて、同国海軍の黒海艦隊に所属する2017年就役の最新鋭の艦艇の話だったよ。アドミラル・グリゴロビチ級フリゲート艦の所言について教えて。アドミラル・グリゴロビチ級フリゲート艦の所言について説明すると、まず基準排水量3620トンで、満載排水量4035トン、全長は 124.8 メートルで全幅 15.2 メートルとなっているよ。2016年には3隻収益、さらに3隻が建造中でそのうちの2隻はインドへの売却が決定している艦艇なんだって。しかし、このアドミラル・マカロフの炎上報道をウクライナ政府自体は認めていないが、ロシア側が意図的に誤報巨報を企て、ウクライナ側が今まで発信した情報の信憑性を毀損しようとする情報戦の可能性も見え隠れしているようだぜ。2022年2月24日から開始されたウクライナ侵攻において、これまでもロシア海軍の大型の水上戦闘艦艇にウクライナ側が、地対艦ミサイル攻撃などによる大きな戦果として2件が大々的に報じられているみたい。一件目に関しては開始からちょうど1ヶ月後の3月24日にタピール級戦車揚陸艦のサラトフに対するものであり、ウクライナ南東部のベルジャンスク港に停泊中だった同艦への攻撃が成功し、その場で大破沈没したことが公表されているよ。タピール級戦車揚陸艦に関しては、満載排水量最大4700トン、全長最大 113.1 メートル、全幅最大 15.6 メートルとなっているんだけど、1960年代から1970年代中盤にかけて建造された古い艦艇であり、防空能力は低かったと見られているね。実は、この攻撃で同様にベルジャンスク港に停泊中だったロプーチャ級揚陸艦のセイザ・リクニコフと、ノボチェルカスクにも損害を与えたとウクライナ側は発表しているんだが、これら3つの艦艇は沈没を免れているぜ。この当時のロシア海軍は、ベルジャンスク港内においてウクライナ側の攻撃にさらされるとは想定していなかったみたい。我が物顔で兵員や物資の揚陸を行っている最中に攻撃を受けているし、なんともお粗末な話だよね。この時の攻撃手段が何を使用したかはウクライナ側も言及しておらず、地対艦ミサイルなのか、それともサラトフに仕掛けられた破壊工作なのかも含め判然としておらず、結果だけが報じられており少々疑問が残っているぜ。そして2件目に関してはスラバ級ミサイル巡洋艦1番艦のモスクワであり、4月13日にウクライナ軍の国産地対艦ミサイルネプチューン2発を被弾したのち火災が発生し、積載された弾薬が誘爆を起こし、最終的に沈没に至ったんだ。この時のモスクワへのミサイル攻撃は、ウクライナ南部の港湾都市オデーサ近郊から行われており、高度で多層的な防御能力を有すると考えられていたロシア黒海艦隊の機関であったため注目を集めていたよ。スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワは、基準排水量9300トン、満載排水量10000、1300トン、全長186メートル、全幅 20.8 メートルの艦隊であり、1976年から1984年までの旧ソ連時代に全4隻が寄港され、
最終の4番艦のみウクライナも実は保有しているような形になっているんだ。この経緯は1991年に起こった旧ソ連の崩壊したことにより、当時建造途中だった4番艦コムソモーレツはそのままウクライナへと移譲され、その国名を艦名とするウクライナと名称変更されたんだけど、未完成のまま自国のドックに眠ってるみたい。この巡洋艦ウクライナは2007年の時点で完成度 95% ほどの状態に達したと言われていたんだけど、ウクライナ自体の深刻な財政状況から完成には至らず、他国への売却が検討され当時中国が有力な候補として浮上していたんだって。しかし、中国へのウクライナ売却に関してアメリカが難色を示し、ウクライナ側への経済支援や NATO 加盟を推進することを条件に断念させたため、ついには本家のロシアへの再譲渡が取り沙汰される運びとなったようだな。結局この案も2005年5月に当時のロシア国防省の高官シュレモフ少将がウクライナは、1980年代の旧式艦艇であることに価値を見出さず、これを明確に拒否して白紙となり、以後はやむなくロシアと共同で同艦を完成させ第三国への輸出を目指していたんだ。その後も巡洋艦ウクライナは再び売却先として中国、インド、ブラジル等の国名が挙げられたものの実現には至らず、ウクライナロシア両国ともすでに大型の水上戦闘艦を自国で保持することに関して利点よりも欠点が多いことを認めていたんだって。今もなお続くウクライナ戦争中にモスクワを焼失したとはいえ、ロシア海軍でもこの老朽艦を近代的な海戦を担いうる戦力としてカウントしていなかったことは明白であり、単なる象徴として置かれていただけだったのかもしれないな。日本の一部のメディアでモスクワの沈没をかつての太平洋戦争中の戦艦ヤマトに例えられていたけど、海軍の象徴という点では共通しているものの、航空機優勢の戦況で他に人がなく海上特攻にやむなく赴いた同艦と一緒にしてもらいたくないよね。確かにヤマトは日本の旧国名を示すもので、モスクワは国名ではないがロシアの人名を冠した艦艇であり、海軍の象徴となるような名称を授けられた艦艇が敵の攻撃によって失われることは士気の低下につながっているだろうな。第二次世界大戦時の戦闘においては、現代と異なり陸海空ともに究極の消耗戦であったこともあり、ことに海軍の大型艦艇や母艦と呼ばれるものの喪失が自国民に与える精神的な衝撃を勘案して、当初授与された艦名が変更された例もあったくらいなんだって。その代表例となるのが第一次世界大戦の敗戦によって、当時は今ある共和国1919年から1933年となっていたドイツのドイッチュラント旧装甲巡洋艦の1番艦ドイッチュラントであり、まさにドイツの国名を冠された艦艇で他国からはポケット戦艦とも呼ばれていたんだ。このドイッチュラントは1933年に就役を果たしており、ドイツを掌握したヒトラーが第二次世界大戦を始めると、仮に同艦が失われた場合には深刻な国民の士気の低下を懸念し輸送と改められているよ。ちなみにドイッチュラント旧装甲巡洋艦が他国からポケット戦艦の愛称で呼ばれていたのは、第一次世界大戦敗北後のドイツがベルサイユ条約によって、大型の水上戦闘艦の建造を厳しく制限されていたことに理由があったらしいぜ。ベルサイユ条約の条文を読むとドイツが建造可能な水上戦闘艦は基準排水量1万トン以下、主砲の口径も最大28センチメートルまでとする制限が課されていたため、これに準じる形で排水量に比して大型の主砲を搭載したことからポケット戦艦という名前に通じているみたいだね。実際のドイッチュラントは基準排水量1万1700トンとなっており、ベルサイユ条約で課された制限を超過していたため、交渉上は1万トン以下と詐称し、それでも他国の水上戦闘艦ほどの火力を持っていなかったんだ。聞いた話によると、だからこそ主に通商破壊、いわゆる海賊のようなことに従事していたんでしょ？そうみたいだね。1945年5月にポーランド北西部にあるシフィノーイシチェで、英空軍航空機による空爆を受けた輸送はその場に着艇し破棄されたわけなんだけど、翌年に旧ソ連海軍が自国の標的艦にするため接収し、1947年7月にバルト海の演習で沈められ、その地で軍艦としての幕を閉じたみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の都市伝説の時間だよ。待ってました。今日の都市伝説は、赤い部屋についてだよ。赤い部屋って何？赤い部屋は、1990年代末から2000年代初頭に開設されたと見られているフラッシュサイトのことなんだ。それがどんな都市伝説なの？この赤い部屋はいろいろな噂があり、その話をしていくよ。とある日に B さんは友人にインターネットを利用中に消すと死んでしまうポップアップ広告の話を聞いたんだけど、そんなの嘘だろうと半信半疑でその広告を探していたんだ。
だけど、なかなか出現せずに、諦めてネットサーフィンを楽しんでたんだけど、忘れかけていたその時にその噂の広告が出てきたんだ。それって、内容はどんなのなの？内容はあなたは、好きですか？と合成音声による機械的な声の広告なんだ。それを見て噂を教えた友人に電話をするが友人は電話に出ず、その広告を消してみてもまた出現し、それを何度も繰り返すうちに何もしていないのにクリックされ、広告に書かれた文字の中央が割れ、別の文字が出現し、あなたは赤い部屋が好きですか？とあった直後、自動的にページを移動し、多数の人物名が書かれていたんだ。そこにはなんと友人の名前も書いてあり、怖くなってその場を離れようとするが、体が動かず背後に気配を感じ、何者かに襲われたんだ。そして次の日に、その二人が自殺したニュースが流れたんだ。その二人は、部屋中血まみれで、首が切られた状態だったと報道されたらしいんだ。そして多数の人物名が書かれたページに新たに氏名が加わったところで幕を閉じたんだ。ちょっと待って、怖すぎでしょ。俺も鳥肌が止まらねえよ。そのサイトは今はどうなったの？今はサービスが終了し通常の方法では閲覧できないようになっているよ。みんなは絶対検索しないでね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。ロシアによるウクライナ侵略が開始されて以来、黒海の制海権はロシア海軍に握られている状況で、ウクライナは最大の貿易港であるオデーサ港を事実上封鎖されているため、外貨獲得に重要な小麦の輸出が妨げられ、オデーサ港の倉庫には輸出用小麦が山積みとなっているんだって。ウクライナは2020年の統計で世界第8位の小麦生産国で、輸出においては世界6位で 9.2% のシェアを占めていることに加え、生産量第4位ながら輸出量第1位 20.7% のロシアに対してアメリカをはじめとする西側諸国が経済制裁を課していることで、ロシアが小麦の輸出を止めることが想定されるために世界の小麦市場において品不足に陥りつつあるからな。ウクライナ産やロシア産小麦の輸入に頼っていた各国の奪い合いによる価格の高騰が激しくなっているもんね。このままウクライナ産小麦の輸出が滞り、ロシアが小麦を輸出できない状況が長期間続いた場合、小麦の価格高騰のみならず、食糧危機に陥る可能性を否定できず、アメリカのバイデン政権は頭を痛めているようだぜ。そうだね。物価の上昇は国民に一番直接影響する部分だからね。さて今回はロシア軍による黒海の海上鎖解除のために対艦ミサイル供与を検討していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。黒海を事実上封鎖しているロシア海軍黒海艦隊は、4月13日に機関のミサイル巡洋艦モスクワをウクライナによる地対艦ミサイル攻撃で失ったほか数隻の艦艇に被害が出ているものの、潜水艦も含めると未だに20隻程度の戦闘艦を保有しているよ。しかし、それに対抗すべくウクライナ海軍は悲惨としか言いようのない状況で、ソ連崩壊後にソ連海軍でウクライナ領内に駐屯していた水上艦艇や潜水艦などを、ロシアと二部して受け継ぎ保有していたものの維持するための予算を確保できず、建造中であった空母バリアーグを中国に売却したほか現在は中国海軍空母遼寧として収益中、艦艇の全減を行ったばかりか残存艦艇のメンテナンスすらできない状況だったみたい。また、ウクライナ海軍の虎のことも言うべき、ミサイル巡洋艦モスクワの同型艦であるウクライナについても、建造中のまま海外への売却が決定されたり、建造を進める決定がされたりと二転三転していて2022年時点でも未完成のままとなっているよ。2011年になってようやく戦力維持の方針が打ち出され、いくつかの艦艇の修理が進められ定期的な検査オーバーホールを実施するようになったほか、潜水艦やコルベットの新規建造が計画されたんだけど、2014年にロシアにクリミア半島を奪われ、司令部のあったセバストポリ軍港が陸上からロシア軍に占領されてしまったよね。セバストポリに係留されていた艦艇すべてが港を閉塞された上で制圧されており、その時点で地中海に出動していたフリゲート艦ヘーチマンサハイダーチュヌイを除く全主要艦艇がロシア軍に接収され、ウクライナ海軍の戦闘艦はフリゲート1隻、コルベット1隻、ミサイル艇1隻だけとなり、事実上消滅とされる事態に陥っているため、独力でロシア黒海艦隊を排除してオデーサ港封鎖を解除することができないんだ。バイデン政権としては、このままロシア海軍によるオデーサ港封鎖が続くことで、ウクライナ経済が疲弊するだけでなく世界が食糧危機に陥ることを防ぐために、ウクライナが黒海艦隊を攻撃するための新型対艦ミサイルの供与を検討していることが明らかにされたってわけ。
これまでアメリカやイギリスなど NATO 加盟国諸国から携帯型対戦車ミサイルジャベリンや、地対空ミサイルスティンガーなどの米国製兵器の供与を受けていたウクライナ政府は、さらに高性能な新型兵器の供与を望んでおり、その中には黒海上のロシア艦隊を攻撃することが可能な長距離対艦ミサイルロラズムも含まれているとされているぜ。各国からの手厚い後押しがあって、ウクライナは前線することができているよね。もちろん、ウクライナが一致団結してるっていう士気の高さも大きいよ。そうだね。今回のウクライナ侵略において、ジャベリンなどの他にもトルコ製無人航空機バイラクタル TB2 など、その有用性が実戦において確認されていて、さながら新型兵器の見本市の様相を見せており、それらを開発した軍需産業には大きなメリットであるとする見方がある一方で、ウクライナ兵に新型兵器の操作訓練に時間を要することや、供与に対してロシアが反発し戦争がさらにエスカレートする可能性、さらには最新の兵器がロシア軍に露覚される恐れがあることなどの懸念があり、過度な新兵器の供与は控えるべきとする見方も出ているよ。確かにいたずらに新兵器を投入して戦いが激化するのは避けたいよね。これ以上の犠牲は避けたいし、一刻も早く終わってほしいと思うよ。本当にその通りだね。そのような状況においてアメリカ政府高官や議会関係者などから、アメリカ軍が運用しているハープーンと、ノルウェーが開発してアメリカのレイセオン社が共同提案して採用された MSN を、ウクライナに供与することが検討されていることが明らかとなり、アメリカのみならずこれらの対艦ミサイルを運用しているヨーロッパの同盟国から供与することも検討されているみたい。ただし、アメリカ軍が運用しているハープーンは、艦対艦 SSM 型の RGM-84、潜水艦発射型 USM の UGM-84、空対艦 ASM 型の AGM-84 であり、地上発射型がないため、ウクライナ軍に供与するには AGM-84 を、ウクライナ空軍機に搭載するための改修が必要となるんだけど、これは時間がかかるためデンマーク軍と韓国軍が開発している地上発射型ハープーンを供与するのが現実的と見られているんだ。また、MSN は射程が 250km とハープーンよりも長く、艦対艦型の他に様々な発射プラットフォーム用のバリエーションが開発されており、ポーランド海軍では車載化して地対艦ミサイルとして運用されているなど、北大西洋条約機構NATO諸国から地対艦型の供与が可能であり、ハープーンより早期に供与できる可能性が高く、開発元のノルウェーは供与に前向きであるとされているよ。なお、アメリカ海兵隊では MSN を無人発射車両に搭載したネメシスの開発が進められており、小型化によって輸送ヘリコプターなどでの空輸が可能で、ウクライナに供与するには最適な新兵器であるが、海兵隊への実戦配備もまだ先の話であり今回の供与候補には挙げられていないと見られているぜ。アメリカのシンクタンクであるハドソン研究所のブライアン・クラーク氏によると、射程 100km 以上の対艦ミサイルを、1から2ダース12から24機ほど黒海沿岸に配備することで、ロシア黒海艦隊には脅威となり、封鎖を解除する可能性があるとした上で、もし封鎖を続けたとしても、オデーサに接近するロシア艦艇を黒海に葬り去ることが可能となると述べているよ。ただ、これらのロラズムをウクライナに供与することに前向きな国では、供与したミサイルによってロシア艦艇が撃沈された場合のロシアによる報復を懸念する声があり、バイデン政権としてはそれらへの対策を協議する必要があるね。それじゃあ今回はこの辺で。それでは次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、乾杯についてだよ。乾杯ないんてここ2年ぐらいしてないぜ。確かにこのご時世なかなかご飯に食べ行きづらいもんね。でも今はマスクの緩和や、会食の緩和でどんどん乾杯できるチャンスがあるよね。確かにね。で、その乾杯なんだけどいつからあるか知ってるかな？なんか、結構昔からあるイメージはあるけど、いつからあったかまではわからないな。そうだよね。今ではおめでたい時や、会食なんかの時に最初に交わすんだけど、昔は違う意味で乾杯されていたんだ。え、ならどういう意図でされていたんだ？それはね、なんと毒が入っていないか確認するためにグラスをぶつけて乾杯してたそうだよ。え、毒だなんて物騒じゃないか。お酒の席ってどうしても気が緩んでしまって警戒心が溶けてしまうよね。だから、酒の席の暗殺がよく横行していたんだ。そこで、グラスを勢いよく飲み物を飛ばすことでお互いの飲み物に入れ、それをお互いが飲むことで、毒が入っていないか確認していたそうだよ。なんか勢いよくすることで、グラスが割れちゃったりしちゃいそうだね。いや、普通に今のガラスのコップなんかじゃないから、割れないだろ。確かに。話戻るけど、そのことから昔の乾杯といえば毒味としての意味合いが強く、これが由来となって乾杯の時にグラスをぶつけるようになったんだって。
グラスをぶつけ合ってお酒を飲むことはあなたを信頼していますよという意思表示になり、お酒も入れば楽しくなってコミュニケーションも円滑になるよね。確かにね、なんか、乾杯一つとっても深い歴史があるなんてすごいよね。これから乾杯するときは信頼してるぜって思いながら乾杯することにするよ。この意味知ったら乾杯がより楽しくなって、よりお酒の席が楽しくなるよな。そうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録も忘れずにね。それじゃまたね。乾杯。乾杯。ルネッサンス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 。最近は一気に夏が近づいてきた感じがするよね。昼間は外にいるだけで汗ばんでくるし。まだまだ真夏日にはほど遠いけどな。今年の夏も暑くなりそうだぜ。コロナ禍でマスク着用は相変わらずだからね。感染対策ももちろんだけど、熱中症にも気をつけようね。水分補給はしっかりとやっていかないとだね。さて今回は、リチウムイオン電池搭載潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れたことを、みんなは知っているかな？護衛艦加賀などが、米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時なんだけど、今となっては後出しになってしまうんだけど、当時のチャンネルでも、潜水艦が海底に入ると言っていたよ。行った3カ国くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行し、南シナ海で極秘任務についていたと発言したよ。なぜ、今頃発表と考えてしまうんだけど、実は黒潮は旧型の潜水艦で、その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されずこのタイミングという場面で、発表したんじゃないかな？つまりは抑止効果ってわけだな。でも、そういう型潜水艦がもう一隻海底にはいたのではないだろうかという気もしているぜ。そういう型潜水艦の潜航深度は旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は極秘扱いになっているし、1000メートルは潜れるという人や500メートルがいっぱいという話などもあるから、詳細は不明だがな。そうだね。実際にはその潜航深度は謎のまま未だに議論が繰り広げられているけど、当チャンネルでは、800メートルと考えているよ。最新鋭の欧遊や投遊など、リチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えるんだけど、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと思うんだ。そういう型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えるんだけどね。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいると思うよ。静粛性は実質トップと言えるから。さて、それじゃあリチウムイオンを搭載した欧遊の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこうかな。日本には潜水艦が数多くあるんだけど、欧遊の出現が今までの潜水艦の歴史を変えたんだ。欧遊は2018年10月4日に進水式を終えたばかりだし、本当の活動はまだまだこれからだけど、日本の本気の忍者が完成したのだと言えるんじゃないかな。まさしく海底の忍者だね。ちなみに欧遊の建造費は660億円だったそうだぜ。この欧遊の出現とは、一体どんな意味があるのかな。高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずだし、つまり日本の周辺国中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな脅威的存在だと感じることだろうね。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないんだし、忍者欧遊なら海からの敵の接近をすぐに察知し、
防衛体制を整えることができるだろうしね。自分たちの見えないところは潜む見えない敵ほど恐ろしいものはないよね。ここで、欧州に関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は欧州といって、双遊型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリであるジンリー統計は19日、欧州に関連した記事を載せました。そしてリチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでの双遊型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容だったんだ。また、記事は欧州が使用しているリチウムイオン電池についても説明していたよ。このリチウムイオン電池の発明に関しては日本人の吉野明氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいんじゃないかな。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池だね。蓄電量は普通の電池の3倍と言われているから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるんじゃないかな。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずだよね。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるから、どうしてこんなに良いものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるのも無理はないと思うよ。ジンリー・トウテアオの記事は中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しているんだ。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実だね。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になるし、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できるね。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきたんだ。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されているぜ。ということは、結局中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれないよね。中国の別のメディア開始等は10月24日、欧州については15年進んでいると言われるが、この間には致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しているよ。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているんだけど、その大半は日本製と言われているんだ。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くあるんだよね。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要だからな。水艦の位置を確認する方法の一つがソナーマンによる機体の音の補足なんだが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然だよな。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということだね。記事はこれらのメリットを認め東方の大国イコール中国よりも、15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら中国国内の危機感を示しているみたい。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘を行っているんだって。それがリチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえばどんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しているんだ。それに続けて、2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは現段階では判別しがたいとも言っているみたい。と言っても、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可しているから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと判断していいと思うよ。どうして日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのかって話だけど、この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、
強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じているんだよね。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、欧州に対する危機感を示していたみたい。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みだから、中国だけではなく、世界中から注目されるところだろうね。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないかな。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないだろうし、追い越すことも夢のまた夢だと思うけど、それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今回の雑学は、戦国時代についてだよ。僕、アニメも好きけど、戦国時代も大好き。だって、昔の合戦なんかは迫力があってすごいよね。確かにね。そんな戦国時代の合戦で活躍していた馬なんだけど、どんな馬だったと思う？そりゃあ、競馬なんかでも活躍しているかっこいい馬だろ。僕も同じ意見だよ。珍しく意見があったね。でも正解は、木曽馬と言われる小さな馬しかいなかったんだ。え、なら僕が知っている馬は何？あれは西洋種の馬なんだ。しかもその西洋種の馬が来たのは、1700年代のことらしいよ。小さい馬なんてポニーみたいじゃないか。そうだね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。朝鮮日報の日本語オンライン版が2022年6月7日に報じたところによると、韓国で機密軍事技術として保護されている最新鋭の通常型潜水艦、チャンボゴ 39KSS39、アンチャン補給の技術の一部が台湾に流出した疑いがあるらしいんだ。どうしてそんなことしたんだろうね。とは言っても、所詮は韓国の技術だしな。どんな技術であれ、不正に流出させるのは罪の対象だからな。大方欲に目がくらんだんだろ。韓国人の悪いところだね。そんなこんなで、韓国警察は6日に関係者を検察に送致したとしているよ。さて今回はそんな韓国企業が韓国海軍の潜水艦技術を不正に台湾に提供したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。流出したとされている技術は、アンチャン補給潜水艦の1番艦アンチャン砲及び、2番艦アンムを建造したテウ造船海洋テウ造船海洋が保有していたもので、これを台湾が国産建造を進めている、台湾南部の高雄にある台湾海軍向けの磁気潜水艦の建造を担当している国営企業の台湾国際造船に流出させたとして、造船関連機材資材メーカー A 社の関係者6人が韓国警察に逮捕され、送検されたんだって。韓国警察によると、この A 社の6人の容疑者は台湾国際造船の磁気潜水艦建造プロジェクトにおいて、1500億ウォン約160億円で、テウ造船海洋で潜水艦建造に携わっていた、退職技術者15人を含む20人を台湾に派遣する契約を締結していたんだけど、この際にそのうちの1人がテウ造船海洋から持ち出した潜水艦油水分離装置や、バッテリー固定装置などの潜水艦建造に関する機密部品の設計図面2種類を台湾国際造船引き渡し、その見返りとして79億ウォン約8億3000万円を受け取ったとして、起訴前の追徴保全を申請してすでに裁判所から認定を受けたみたい。容疑者らはこれら潜水艦建造に必要な機密技術を持ち出す際に、現物の部品なども持ち出しているが、空港での説明で、海洋プラントの建設に必要な部品との虚偽の説明を行っており、警察の取り調べに対して設計部面や部品を持ち出したことが問題になるとは思っておらず、後から違法行為になる恐れがあることを知ったが、もう途中でやめることができなかったなどと供述しているようだぜ。知らなかったじゃ済まないよね。もう少しマシな言い訳はなかったのかな？韓国は言い訳までいい加減なんだから。A 社は1500億ウォンの契約を交わしていたけど、契約期間の途中でこのことが発覚したため、実際に台湾国際造船から受け取った金額は640億ウォン約67億円とされているけど、警察はそのうちの技術を流出させたことへの見返りとされる約79億ウォンについて、裁判所からの措置として起訴前の追徴保全を行ったよ。
この起訴前の追徴保全とは犯罪を実行することで得られた利益を、起訴する前に差し押さえて確保する措置のことだけど、この措置がこのような産業界での技術不正流出事件に適用されるのは、今回のケースが初めてなんだって。警察は2022年3月に A 社の関係者6人を対外貿易法違反、不正競争防止及び営業秘密保護法違反などの容疑で起訴相当として韓国検察に送致しているんだけど、そのうち設計図面を自ら持ち出して台湾国際造船に渡した A 社代表の弟は身柄を拘束されていて、現在、台湾に滞在している A 社の代表を指名手配しているよ。韓国の警察庁国家捜査本部は、2022年2月から5月末までの100日間で特別の海外への産業技術流出に関しての取り締まりを行い、今回の A 社関係者6名も含めて、産業技術を国外に流出させた疑いのある96人を摘発し検察に送致したんだ。このことについて日本のインターネット上ではさすが韓国取り締まりを実行すれば1日に1人、不正を働いて私腹を肥やす人間が逮捕されるんだな。産業技術の流出よりも盗み出す方も取り締まるべきで、農作物にドラえもんや鉄腕アトム、果ては空手、剣道、桜、侍、日本刀など、全部韓国発祥と嘘をついている連中を摘発しろと、呆れあざ笑う声があるみたい。相変わらず日本のネット民は韓国に対して辛辣だね。まあそれだけ韓国は日本に対して好き勝手してきたからな。台湾は近年、一つの中国を前面に打ち出して台湾の主権剥奪を狙う中国に対抗するために、周囲を海に囲まれていることからも海軍の重要性が高まり、その増強が急がれているよ。これまでの台湾海軍はアメリカ軍の退役艦艇の購入などが中心だったんだけど、軍の装備全般において歳費で踏み相当が防衛装備の国産能力を高めることを防衛政策の中核として据えており、最近では練習機の国内生産による軍事航空産業の推進など、台湾が世界をリードしているハイテク産業を利用して、より精巧なシステムを持つ兵器装備を開発する計画を推し進めているよ。そのため海軍艦艇においても自主建造の方針が打ち出されていて、例えば現有1隻だけの第9コルベットを2019年から11隻量産する計画を立てるなどしていて、特に老朽化が著しい潜水艦においては、2017年から国の次期潜水艦 IDS8 隻を建造する計画が進められているみたい。台湾海軍は現在、4隻の潜水艦を保有しているんだけど、そのうちの2隻は、第二次世界大戦中にアメリカ海軍が建造して払い下げられたグッピー級潜水艦アシカ級艦名カットラスと、アザラシ級艦名タスクで、アシカは1944年寄港、アザラシは1943年寄港の関連80年近い骨董品のため、両艦とも耐圧からが歪んでいるだけでなく各所の金属疲労が著しく、水深20メートルまでしか潜水できないとされているんだ。残りの2隻は、オランダのズバールトフィス級潜水艦を元にオランダで建造された海流1982年寄港、1987年収益と、シャチ1982年寄港、1988年収益で、これらの海流級潜水艦では対艦、対地どちらにも使用できるハープーンを魚雷発射艦から発射できるんだけど、40年以上前の設計構想で建造された時代遅れの潜水艦であり、これらと同レベルの潜水艦として海上自衛隊で運用されていた渦潮型潜水艦は、1996年までに全て退役しているよ。1990年代には中国海軍の潜水艦近代化が進み、これまでのロシアの払い下げ潜水艦よりはるかに静粛性が高く性能の良い潜水艦の建造が進み、台湾においても潜水艦の近代化を急ぐべしとの声が高まっていたんだ。そのため2001年、当時のアメリカのブッシュ政権が台湾に8隻の近代的潜水艦を供与すると約束したんだけど、アメリカ海軍の潜水艦の全てが原子力潜水艦となっており、原子力潜水艦しか建造することができず、台湾に輸出する通常動力潜水艦を建造できなかったんだ。ちなみに現在もアメリカには通常動力潜水艦を建造するメーカーは存在しないぜ。そのため、アメリカ政府はヨーロッパの潜水艦メーカーに建造させた通常動力潜水艦を買い上げ、それらを台湾に輸出する形を検討していて、当時退役が進められていた日本の渦潮型も候補に挙げられていたんだよね。アメリカ海軍と共通の魚雷やミサイルが使用されている日本製であれば、相互運用がスムーズに運び日米隊の連携が強化されるから。また、日本の潜水艦が高性能であることには定評があり、安心感もあるからだったんだけど、当時の日本武器輸出三原則で自衛隊装備の輸出が禁止されていたため、実現しなかったんだよね。また、もし防衛装備品移転三原則が間に合って輸出できたとしても、台湾の軍備増強には神経を尖らせる中国が黙っているはずがなく、
オランダが海流とシャチを建造して台湾に引き渡した時、中国がオランダに強力な圧力を加えたために、当初6隻の建造計画であったものが、2隻で打ち切られることになった前例から考えれば、不可能であったとする見方が多いよ。2017年の次期潜水艦計画は推定1兆6000億円160億米ドル超の予算で潜水艦8隻の建造が計画されており、一番艦は2020年11月24日に寄港されていて、2024年までに竣工する予定なんだけど、この設計建造にはアメリカ、イギリスが主たる役割を果たしていることに加え、オーストラリア、韓国、インド、スペイン、カナダが関わっているとされているんだ。アメリカは、戦闘システムやソーナー等の革新的技術を提供、イギリスは潜水艦用部品や関連するソフトウェアを提供しているほか、その他の5カ国は潜水艦建造経験のある技術者の派遣要請に応じることで建造に協力していたぜ。それぞれ、台湾国際造船への技術供与は、各国政府の許可を得て技術的支援を行っているとされ、韓国大統領府は以前に、政府として派遣に関与したことを否定した上で、個人のレベルで情報を提供しているかどうかは調査中であると述べていたんだけど、今回韓国で警察の取り締まりによって、禁じられていた技術供与が実施されていたことが、表立って明らかになったってわけだね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、トイレットペーパーについてだよ。え、トイレットペーパーに雑学なんてあるの？確かに。あれはリサイクルされた紙ってこと以外なさそうだな。では問題です。北海道、東京、沖縄、この3つの県でトイレットペーパーの消費量が多い県はどれ？急にクイズかよ。雑学じゃねえ。普通に考えて人口が多い東京か北海道だろうな。東京。なら俺は北海道かな。正解は、沖縄でした。二人とも不正解。なんかあの顔で言われたらバカにされている感じがしてムカつくな。日本人一人当たり年間消費量が約50ロール、月平均4ロールなんだけど、沖縄は 6.19 ロールとダントツで消費しているよ。みんな多分綺麗にしたいんだろうね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。ウクライナ空軍が2022年7月6日に発表したところによると、前日の5日にロシア軍が黒海海上から発射したとされる艦隊地巡航ミサイル6発を、東部航空管区所属第138高射ミサイル旅団の地対空ミサイルシステムによって、6発すべてを撃墜したとしてその映像を公開したみたいだよ。ウクライナの地対空ミサイルの精度はすごいね。ロシア相手に徹底抗戦を続けることができているし、ウクライナの力は世界に轟いているよ。世界各国からの支援があることも確かだが、扱えなければ最新鋭兵器も宝の持ち腐れだからな。その通りだね。さて今回は、先ほど述べた通り、ウクライナ軍がロシアの巡航ミサイル6発を全て撃墜した映像を公開したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍の艦隊地ミサイルは、ウクライナ中東部のドニプロ川の中流域にある、ドニプロペトロウシク州のドニプロ市など数カ所に向けて発射されたもので、3M54 カリブルとされている巡航ミサイル6発全てが撃墜されたと見られているよ。この 3M54 カリブルについては地上発射型の他に水上艦発射型のクラブ N と潜水艦発射型のクラブ S があるが、黒海艦隊の水上艦艇の垂直発射装置 VLS から発射されたものか、あるいは海キロ級通常動力型潜水艦の魚雷発射艦から発射されたものかは不明であるものの、撃墜されたカリブルの発射数が6発とのことから、魚雷発射艦6門を持つキロ級、あるいは海キロ級の通常動力型潜水艦から発射されたものである可能性が高いとされているんだ。また、ウクライナ軍が迎撃に使用した地対空ミサイルについても詳細が報じられておらず、インターネット上では様々な憶測を呼んでいるぜ。ウクライナ軍においては、ロシア製旧ソ連製の地対空ミサイルシステムのみならず、ロシアによるクリミア併合が起こった2014年以降はロシアとの関係が悪化し、その支配から離脱する動きが加速して、北大西洋条約機構 NATO へ接近して西側諸国との関係が強化される中で、NATO 諸国が使用する地対空ミサイルシステムも導入されつつあるほか、ロシアの侵略への対抗策として供与されている地対空ミサイルシステムなどが運用されていると見られている。まず、カリブルを撃墜したミサイルとして真っ先に挙げられているのが長距離対空ミサイルシステム S300 で、これはアメリカ軍が運用するリム161スタンダードミサイルに相当する性能を持ち、中距離弾道ミサイルなども撃墜可能な性能を持っているんだ。
ウクライナ軍の第138高射ミサイル旅団には以前から S300 が配備されていたとの情報もあり、これによる撃墜と考えるのが妥当だろうな。S300 は旧ソ連時代に開発され、同時複数の目標を攻撃可能なミサイル防空ミサイルシステムで、ミサイルはメンテナンスの必要がない発射塔に格納されていて、車両に搭載されて輸送され、発射地点に展開された後、垂直に建てられた発射塔からコールドローン機方式でミサイルが垂直発射されるよ。システムは発射機、多機能レーダー車両、指揮通信車両、整備車両、補給車両などで構築され、発射機は送輪式と送機式に分けられ、送輪式にはウラル375トラックで牽引される 5P85T 牽引式発射機と、スカット B 短距離弾道ミサイル用の MAZ543 トラックを改造した 5P85SG 送式発射機があり、送機式は T80 戦車と同じシャーシを利用した QA82、QA83 送機式自走発射機となっているんだ。ウクライナ軍が侵略を受ける前に保有していた S300 の数と現時点での配備数などは不明であるが、4月8日に隣国スロバキアのエドアルド・ヘゲル首相が、自国が保有する S300 をウクライナに供与したことを明らかにしているぜ。ウクライナ軍は、この S300 が配備される以前には S125 と呼ばれる高中高度防空用の対空ミサイルを保有していて、これはかつてユーゴスラビアでアメリカ空軍のステルス攻撃機 F-117 ナイトホークを撃墜したミサイルなんだ。でも開発から半世紀以上が経過しているから、すでに退役しているものと見られているんでしょ？ああ、だが、非常時に際して再び前線に配備されている可能性があると言われているぜ。また、旧ソ連陸軍では伝統の戦車機構部隊と行動を共にして近距離の防空を担当する、自走式の短距離対空ミサイルを多数開発しており、旧ソ連邦の中で最も有力な構成国であったウクライナには多数の自走式対空ミサイルが配備されていたと見られているね。その中の一つ、旧 K-33 オサーは車両自体が対空ミサイルシステムとして機能していて、車体中央部にある全周式砲塔ターレット上に、それと一体化した発射装置と管制装置が搭載されているよ。ターレットの中央全部に最大探知距離 25km、有効探知距離 20km の能力を有する六角形の目標追尾レーダーがあり、その左右にはミサイル管制用レーダーが設置され、その後方にミサイル発射装置が取り付けられていて、さらにその上部には 30km 先を探知可能な回転式の目標捜索レーダーを搭載しているんだって。搭載する地対空ミサイルは旧 M33 と呼ばれる一段式の固形燃料ロケットで、無線による誘導方式で飛行するほか、ECM 対策用の光学追尾装置も搭載されているらしいな。目標の速度によって有効射程と有効枝高が変わり、有効射程は高速の目標で1500から1万メートル、低速の目標であれば2000から6500メートル、有効枝高は高速目標で25から5000メートル、低速目標で10から5000メートルとされているね。旧 K33 に搭載するミサイルは1両あたり発射装置に搭載されている6発のみであり、自走点用の予備ミサイルは搭載してなくて、再装填は32発の旧 M33 を積んだ TZM 補給車両を随伴させて実施されるんだ。ウクライナ軍が150両保有していたとされているのが旧 K35 ストレラ銃で、早期車両に搭載されているため最も機構部隊の随伴用に適している近距離防空ミサイルシステムだよ。自走発射機には4連装発射機が装備されていて、予備ミサイルは8発搭載されており、この他に誘導レーダー車と指揮車がそれぞれ1両の計算量で1個防空ミサイル小隊が編成され、この1個小隊が各戦車連隊に配備され、機構連隊レベルの防空を担うとされているみたい。搭載される対空ミサイルは改良型の旧 M37 が使用され、旧 M31 に搭載されている赤外線ホーミング誘導に加えて画像識別装置やテレビモニター誘導が追加されているために、目標が発するフレアなどの欺瞞に対応可能とされたほか、旧 M37 は射程も延伸されていて、有効射程800から5000メートル、有効射高10から3000メートルに延長されたほか、発射速度が増速されているんだ。また、ウクライナ軍は中高度をカバー可能な自走式対空ミサイルシステム旧 K37 ブークを72保有しており、このシステムには旧 M38 対空ミサイルが搭載されていて、この中高度ミサイルは有効射程3000から3万、2000メートル、有効枝高25から2万、2000メートルの性能を持ち、電波ホーミング誘導 SARH で誘導されるぜ。旧 K37 は同時に6つの目標を迎撃することが可能で、ジェット戦闘機、ヘリコプターに巡航ミサイル迎撃用として運用されているため、今回のカリブル撃墜に使用されたのはこの旧 K37 ではないかとの見方もあるな。
これら地対空ミサイルシステムの他に、ウクライナ軍は巡航ミサイルにも対応可能な携帯式防空ミサイルシステムも保有しており、旧ソ連製の旧 K38 イグラはかなりの数が歩兵部隊に配備されているんだけど、巡航ミサイルに対応可能かどうかは不明だね。しかし、ロシアの侵略開始後にアメリカやイギリスなどから供与された、歩兵携帯式防空ミサイルシステム FIM-92 スティンガーは巡航ミサイル撃墜にも対応しており、これらが使われた可能性も否定できないんだ。なお、ドイツからウクライナに50両供与されるゲパルト自走対空砲においては、砲塔右側の 35mm 機関砲側面にスティンガーミサイル2発が搭載することができるぜ。また、アメリカ国防総省が7月1日にウクライナに対して8億2000万ドル約1100億円の追加支援を発表し、すでに供与済みの高機動ロケット砲システムハイマース用のミサイルや、敵の砲撃位置を特定可能な対砲兵レーダー4機、155mm 榴弾砲の弾薬などの他に、アメリカのレイセオン社とノルウェーのコングスベルグ社が共同開発した最新鋭の中距離防空用地対空ミサイルシステムナサムス2機が含まれることを明らかにしたね。これによってウクライナの防空システムの増強が図られるね。そうだね。それに、この先西側諸国からの兵器供与が進むことによって、ウクライナ軍の装備が次第に NATO の兵器に置き換えられていくものと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、考えている人についてだよ。みんなは考えている人を知っているかな？僕わかるよ。某有名番組なんかでも出ているよね。そうだな。あの深いか低いかどっちか忘れたけど、そんな感じの番組に出ている石像だよな。そうそう。あの石像なんだけど、何をモチーフに作られた作品かわかるかな？そりゃわかるよ。作品名通り考えてる人だよ。もうちょっとひねった答えでないのかよ。俺はトイレに行ってすごく気張っていながら考えている人をモチーフに作られたと思うぜ。なんとか言ってよ。すごく面白かったよ。うん。茶番はそろそろにして、話を戻すよ。ちなみに二人とも不正解だよ。え、ならなんなの？正解は、地獄に落ちていく罪人を上からじっと見ているところを表現している作品なんだ。全然考えていないじゃないか。いやもしかしたらあの子可愛いのになんで地獄なんだろうとか思っているかもしれないよ。確かにそれだったらめちゃくちゃ考えるよね。でもこれは面白い雑学だったな。でしょ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。F-35A ライトニング2は、米軍が開発した第5世代ステルス戦闘機だね。軍事産業で名高いアメリカが開発した兵器だけあって、性能に関しては申し分ないよね。それでもその性能はまだ発展途上だから、ワクワクさせてくれるよな。うんうん。今回はそんな F-35A ライトニング2を導入した韓国について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。米軍が運輸しているステルス戦闘機には、世界最強と名高い F-22 ラプターがあるんだけど、米軍は当初、F-15 イーグルを前期 F-22 ラプターへ置き換える計画だったんだ。だけど F-22 ラプターは最新技術を結集して開発されたこともあり、1機あたり170億円以上の高コスト機となってしまい、調達計画も750機、648機、451機と、削減の一途をたどったよ。最終的には2011年末に米空軍へ引き渡された195号機をもって、生産が終了するに至ってしまったんだよな。性能を詰め込むだけじゃコストが上がっちゃうから、難しいところだよね。このように米軍が次期主力として期待していた F-22 は高コストにより機数を揃えることができず、米軍はこの F-22 開発の反省から、低コスト多用途なステルス戦闘機の、開発計画 JSF 統合打撃戦闘機計画が開始され、
後にこの計画で開発された機体が F-35 ライトニング2シリーズってわけ。 F-35 ライトニング2は一つの基礎となる機体設計から、通常離着陸型 A 型、短距離離着陸垂直着陸型 B 型、艦載機型 C 型の3タイプが開発され、今までは全く別の機体であったところを統合することにより、部品やシステムを共通化することで、開発費及び運用コストの削減を目指していたんだ。しかし、全く別の機種を統合することの難易度の高さから開発は難航したぜ。それにより開発遅延と開発費の高騰を招き、当初の計画ほどには低コストな機体とはなっていないんだよな。また、この F-35 はすでに米軍や日本、韓国、英国、イタリアなどの国々で導入され、運用がされているんだけど、開発プログラム自体はまだ完了してなくて、順次追加アップデートを図りながら作戦遂行能力の拡大及び向上を図っていく計画となっているよ。そして、このアップデート作業にも1機あたり多額の費用が必要、数十億円規模であり、これもこの機体の高コスト化を招く一因となっているんだ。日本では、A 型を105機、B 型を42機調達する計画となっており、数の面では米国に次ぐ第2位の F-35 運用国となる予定だよ。韓国も F-35A を40機、当初は60機調達する計画であり、現在24機を調達済みとなっているよ。導入された機体はブロック 3F 完全作戦能力型と呼ばれるバージョンであり、このブロック 3F のバージョンでようやく F-35 に求められる戦闘能力の全てが実装されたんだ。なお、この最新のアビオニクスを搭載した世界最高水準の戦闘能力を持つ F-35 ライトニング2だけど、伝統的に米国は米軍使用機体と輸出機体では性能に格差を設けるようにしているらしいよ。韓国軍が調達している機体も米軍使用と比較すれば意図的に性能を落とされている可能性があり、これの詳細は米国しか知り得ない機密事項だろうけど、果たしてどの程度のダウングレードになっているかは、米国の導入国に対する信頼度によって決まるのかもしれないね。ちなみに、韓国軍が導入した F-35A ライトニング2は、韓国側が過去に米軍から導入した兵器を、米国に無断で技術盗用した前科があることから、常時米軍の監視下に置かれているとの情報もあり、韓国に対する米国の信頼度の低さを物語っているな。ブラックボックスを開けるなんて、韓国は何を考えてたんだろうね。韓国空軍は現在 F-35B を20機程度調達するか否かの検討を開始しているよ。この F-35B とは、短距離離着陸垂直着陸型の F-35 であり、主に軽空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板が比較的短い艦や、カタパルト発艦装置が搭載されていない正規空母での運用を想定して設計された機体だね。そして、F-35 シリーズで唯一、垂直着陸性能的には垂直離陸も可能な機体であり、垂直に飛行可能な特異な特徴を持っているために映画でも、垂直に飛行しているシーンが登場しているんだ。ただ、垂直飛行はあくまでも離着陸のための能力であり、映画のように垂直に飛行しながら戦闘行為を行うことは想定されていないよ。この F-35B だけど、韓国が F-35B の調達を検討しているのは、韓国が軽空母強襲揚陸艦を含むの保有計画を表明しているからだね。この背景として、日本の海上自衛隊が保有する出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の、出雲及び加賀の2艦に対して F-35B を搭載することが決定しており、その対抗策としての意図が大きいと思われているよ。なお、すでに日本は1番艦出雲について、固定翼機運用のための第一次改修工事を終了しており、2021年10月5日に米海兵隊の F-35B の出雲への着発艦実験を成功させているぜ。そして、F-35B は現在、米国以外では英国と日本のみしか採用国がなく、米国や英国は調達機数を引き下げる動きを見せているため、開発元のロッキード・マーチン社からすれば、韓国の導入の動きは歓迎すべきことであるようだな。だけど、この韓国が立ち上げた軽空母建造計画に先立ち、搭載する艦載機のデータがなければ軽空母の建造ができないため、韓国は F-35B の開発元であるロッキード・マーチン社に F-35B の情報開示を求めたんだけど、調達契約後でなければ明かせないと拒否されているよ。契約しなければ機密情報を開示しないのは当然のことではあるが、国家としての信用度は低いというところも大きいのかもしれないな。韓国がやってきたことを考えると当然だよね。なお、これまでは韓国が現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の、後継艦として3万トン級の大型輸送艦の建造を表明しており、これは中国から空母保有に対する反発を避けるために、空母という名称を避けたものだったんだけど、日本が軽空母相当の護衛艦を保有するに至ったために、明確に軽空母保有の方向性を表明した模様だね。さて、
韓国の領海の広さは日本の 10% 程度しかなく、朝鮮半島全域の領海を含めても日本の 12% の広さしかないんだ。それと比較して日本の領海面積は世界第6位の規模を誇り、国土よりも領海の方が国土の12倍広く、日本は世界に名だたる海洋国家となっているよ。そのため、日本の場合、遠く陸地から離れた海洋での防衛任務も想定され、陸上の航空基地からの支援が得られにくい場所でも航空作戦を実施するために、海上の航空基地たる空母を保有することには一定の合理性があるんだ。特に対中国の脅威から、南シナ海及び強大なシーレーン防衛には、限られた陸上の航空基地からだけでは即応性に課題があるからね。その反面、韓国の場合、東、西、南のどの領海内においても、陸上の航空基地から十分な支援が得られるんだ。そもそも、日本とは違い、韓国が想定している敵は陸続きの北朝鮮であり、北朝鮮相手に高価な空母を保有する合理性はないよ。つまり空母ではなく、陸上戦力や空軍戦力に重きを置くべき防衛環境と言えるんだね。また、軽空母での運用が想定されている F-35B は通常離着陸型の F-35A と比較して、燃料搭載量が少ないために航続距離が短く、垂直着陸に要する装備の追加による機体重量の増加の影響で、搭載可能な兵装も少なく、整備性や信頼性も悪化しているよ。端的に言えば、F-35B は短距離離着陸垂直着陸の能力以外は、F-35A に全てを取っていると言えるな。そのような作戦機として劣った機体を F-35A に変えて導入するほどの、国防上の利点が韓国にはないため、今回の韓国の F-35B 及び軽空母導入計画は、日本が保有するから韓国も欲しいという虚栄心からのものであると考えられるよ。今回の韓国の軽空母保有検討の問題で日本が懸念することは、韓国が米国の意に反した行動をしつつあるということだね。トルコがロシア製のミサイルを導入した際に米国が反発して関係が悪化したように、韓国がそれと同じような状況となれば、韓国の東アジアにおける共産主義国家からの、西側諸国の防波堤の一翼としての機能が薄れ韓国が担っていた負担が日本に移り、それが日本に重くのしかかることになるんだ。ほんといい迷惑だよ。また、F-35 ライトニング2は、日々のメンテナンス以外は特定の国家に設置された。組み立て製造及びメンテナンスを行う拠点 FACO で重整備や、機器のアップデートなどを行う必要があるんだけど、東アジアにおける拠点は日本にあるんだ。これについて、韓国は政治的感情的に日本での同期の整備を拒否しており、韓国における F-35 ライトニング2の稼働率低下が懸念されるよ。日本の場合、F-35 ライトニング2の稼働率を向上させるために FACO を日本に誘致し、日本国内で機体の組み立て作業も行うために F-35 の調達価格も韓国よりも3割ほど高くなっているぜ。これは日本が、ただ F-35 ライトニング2という機体を導入することだけしか考えていなかった韓国とは違い、実際に運用する上で防衛上必要な稼働率の確保に重きを置いていることが伺われるよな。また、FACO は F-35 ライトニング2の機密事項を多く取り扱うため、国家としての信用度も大きく問われ情報漏洩が行われないと米国から信用される必要があるぜ。ただ、これについては、日本と同様に FACO を開設しているイタリアが、昨今のコロナウイルス感染拡大の影響によって経済状況が悪化し、中国の経済援助への依存がますます強くなっており、これにより、イタリアから中国へ機密情報の漏洩が懸念されているんだ。中国の脅威は全世界的に広がっているから、日本もイタリアのように中国への依存度を強めれば米国からの信用度も低下する可能性があるし、日本は難しい舵取りを迫られているんだよね。ちなみに韓国は日本の人口の半分であるにもかかわらず、日本とほぼ同額の防衛予算を計上しているよ。韓国ではインドネシアと共同で開発を行う予定であった。国産 4.5 世代戦闘機 KFX の開発費の負担増加も問題になっているよ。国民一人当たりの防衛予算の負担が日本の2倍ということもあり、国民から防衛費の使途について、もっと有効な使い方を求める声が韓国内からすでに噴出しており、今後の韓国の動向が注目されるね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。